吉谷さん、なんかね、イリュージョン3、懐かしいなと思って、プロモーションビデオ見てみたんですけども、やっぱ懐かしいですね。あの頃アフィリエイトであんなに売り上げを上げて、結構ね、私もいい気になっていたかなと思います。今振り返るとね、ああやってセールスとはいえ自分の売り上げを誇ることがちょっと気恥ずかしい気持ちもします。まあでもやっぱすごいなと思いますね、過去の自分なんですけども。あのアフィリエイトであれだけね、はっきりと売り上げを上げ続けている瞬間があったんだなと思ったら、やっぱりね、自分のことながらすごいことやったんだなと思います。これだって私ね、アフィリエイトをずっとやってて、同じような売り上げの人に会ったことがないですよ、うん、で吉谷さんも YouTube ずっとやっててね、自分と同じくらい YouTube アップロードしてる人って見たことないと思うんですよ。そんな感じでいつの間にかね、吉谷さんお互い歩いてる道に誰もいなくなったと、うん、見なくなりましたね。なんか草原が広がってるだけというね、そんな気もしますけども、まあ、これからもね、もういろんな角度で一緒に歩いていけたらなと思いますよね、まあ、だからね、これね、 YouTube に限らずアフィリエイトに限らず、本当にね、やる人っていなくなるんですよ。でこれほど楽なマーケットってないですよね。あの逆にリアルビジネスって経費が毎日かかるのに、うん、まあ言い方ひどいですけど、なかなか潰れないんですよね。もうライバル店も全部赤字なんですよ。でみんなも疲れ切ってると、新しいアイデアはないと、お互いのパクリ合いになってると、なのにお互い潰れないというね、うん、どんどん消耗戦になっていく形でございます。でもインターネットの世界っていうのは、コツコツと自分のことをやってれば、気がついたら誰もいなくなってるというね。詐欺してる人もいなくなるし、本当に売れてた人もいなくなるし、なんだったら自分がね、あの教えてくれた、教わったマーケットもなくなるんですよ、ね、なんか今ヒルズ族って聞かないですよね。いや本当にね、ネオヒルズみたいなムーブメントがあって、そこに集まった人がね、結果を出してれば、第2次ネオヒルズ族、第3次ネオヒルズ族みたいな波が来ても叱るべきなんですけども、うん、これね、ヒルズ族がインチキだったわけじゃないんですよ。結局それを学びに行っても続かないですよね。だ本気で金持ちになろうとか、本気でお金の問題解決しようっていうふうに、うん、思ってるんでしょうけども、それぞれのその思いでは突破できないっていうところなんですよね。私は逆にどっちかっていうと、そのお金の問題解決したかったんですけども、やること自体がモチベーションになってますね。もうね、アフィリエイトサイトを作る時も、もうね、サイト作るのが面白かったりするんですよ。アクセスが伸びたとか言ってね、10突破したみたいなね、そんなのが楽しかったり、一つのサイトが1000を超えた時のね、喜びとかも今でも覚えてますよね。1000超えたなって何回も見に行って、1021とかね、1029とかって伸びていくので、わーすごいなーと思ったもんですよ。自分も1000のアクセスが取れるようになったかと。 YouTube も同じです。たまにね、狙ってシリーズ作ると、やっぱ数百回とかね、数千回とか回ったり、数万回とか出るわけなんですよ。でないと2000やると数十万回いくみたいなね、うん、大体だから、どんなものにフックがかかるのかとか、拡散効果があるのかとかね、うん、まあおぼろげながらつかめてきたかなってこと、本当おぼろげながらでいいんですよ。あれは細かく知る必要ないなと思いましたね。私だから YouTube を別に解析したわけじゃなくて、ただベタロクに上げてるだけですからね、動画をね。最初は編集したりとかね、あのシリーズ化されたりとか、本当プロダクトローンチやってましたけども、あそこで作る売り上げを圧倒的に超えてますね、もうね。こうやって取って出し動画の方が、これは素人がボーっと喋ってるだけですよ、うん、でも目の前の人と雑談してる感じが、本当に普通の人から見ると、そして私もそうですけども、信用できるのかもしれないですね、うん、だから仕組まれたキーワードが入っていたりとか、バイアスがかかっていたりとかなくて、本当にシンプルに感想を言ってるだけとかね、自分のやってることをこうやって放送してるだけなので、共感する方がまた次回も見てくださって、だんだん思いを募らせてくださるみたいな感じでしょうね、うん、さあ、じゃあね、速稼塾イリュージョン3じゃないですけども、速稼塾もね、セールスをしましょうかね。12月なんで、12月の末ぐらいにドカンと儲かるやつを。もう最近はね、モッピーが儲かっちゃって、限定公開動画あんまりしてないんですけども、でもその中でもね、限定公開の動画ってあるんですよ、モッピーね。これは美味しいですよ、うん、だから一般公開できるやつっていうのは、一般公開できるやつでいいんですけども、一般公開してないやつって拡散が禁止されてるんですよね、利用規約で。そういった案件もあるんで、ほんとちょっと悔しいですね。まあ速稼塾に入ってそれを見ていただいて、儲けていただくって形がありますけどね、うん、はい、ということで今日はね、イリュージョンのお話をちょっとしまして、速稼塾のことをお話しました、うん、まとめた話としては何だろうね、イリュージョンみたいな過去のことも、うん、アクセスになるし売り上げになると。でこれからどうするみたいなこともね、やっぱり売り上げになるかなというところですね。
で、売り上げにならないのは唯一発信してないことですよ。もしくは発信してもすぐやめちゃうこと。これはなかなかですね、その売上が上がってないなと思ったら売上が上がるまで行動し続けるしかなくって、商売は行動をやめた瞬間売上が上がるってことはないと思いますんでね。だから試合放棄なんですよ、やめるってことは。だから続けてほしいなと思います。それがね、自分の人生を、唯一救ってくれる方法じゃないかなというところですね。いってらっしゃい。